こんにちは、こんばんは。これウサギのなんかちょっとセクシー。ちょっと、みやび、ちょっと聞いて。今から企画説明するから、今日の企画説明するから、みやびっこさん座って。いや、俺ブサイクやん今日俺。一回挨拶してみる。イケメンになりたい俺。ね、本日の企画説明、はい、ドドン、待って、悲しい音楽何名前は、悲しい音楽、編集の時に使う悲しい音楽の名前何？25年間会ったことないお母さんからの手紙みたいな時に流すとしたら何？はい、テレンテンテレンテン、それなんとかのゆりかごみたいなんだ。それなんとかのゆりかごみたいな。これザ・モーメントフリーオーメン、ザ・モーメント。なんとかのゆりかご、え、わからんて。なんとかのゆりかご、違う違う、タン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 、あ、それあれだ、あれだ、あのこういうやつ、こういうやつで弾いたわ。コトで弾いた、そう、コトで弾いた。めっちゃ昔の人。どうした、それコトで弾いた歌だ。タンタレンタレン、それタレン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 みたいな。ポケモン始まった突然。落ち着いて、違う、ポケモンはテンテン、違うな、分かったか、なんやって。だからなんか透明なユリカゴみたいな。なんで透明なユリカゴ。スポって抜けるやん、まあ、かぶってんじゃん、かわいい子ぶんのやめろ。ねえ、なんとかのゆりかごみたいな音楽なんだっけって。ちょっと聞いて、そんなことどうでもいいんだよ。ねえ、ちょっと企画説明中なの今。落ち着いて。俺この服着すぎてここ穴開いて、お尻じゃなかった。足上げてトイレする犬と完全一致。マジで分かった方、何だから、日常生活でそのゆりかごみたいなのを突然かけたら、歯なんかついてるで。ほんで赤からもついてるで。ティッシュがいい。こっちのがええやろまだ。ティッシュがいい。いい悪いとかじゃなくてさ。ぐろ。こっち向け。いやー。こっち向け。こっち向いていいっつって。いやー。ちょ。ちょっと こっちの奥あんね。ね、ウィッグ取れる。汚い。全然説明できない。なんだよ。ありがとう、取ってくれてな。まずはありがとう。ありがとうってこ。おい。ああ。それ。あ、これ。違うよ、多分これどうやって戻んの。私がみやびくんに言いたいことをゆりかごに乗せて喋ったら、どんなことでも感動的に聞こえてしまうのかって動画撮ろう。ああ、いいじゃん。よくない、よくない、天才かもしれない。じゃあいい、うん、お互いいいよ。これから流すの、うん、いや、原始的すぎやろ。こっちのビジネス。いや、これから流すよ、うん、行くよ。いや、真剣に聞いて、人の話は習ったでしょ。聞いてるやん、真剣に。顔が。いやでくね。今さっき携帯踏んでたって言って、お尻から携帯出したんだけど、他の携帯じゃなくていやでくの携帯でした。この度は本当にごめんなさい。どうこれ、どう感情でいけばいいの。悲しい感情になったらいい、悲しくなったら成功。じゃあ、はいはい、今度みやびくんのターン。みやびくんのターン。感動的な気持ちになったら勝ち、あんた。でも感動の話しちゃダメだよ。なるほど、うん。もう一回、いつもお前のことが一番やって言ってるけど、俺モカと
外出かけてる時とかいろんな可愛い女の子見ちゃう。正直抱きたい、たくさん抱きたい。ねえ、また年齢制限かかるよ。抱きたい抱きたい、可愛い子たくさん。渋谷キモい。あキモい。何の話したらいいかな。隠し事とか、なんかね、今モカと話してる時、僕おちんちん変えたよね。見てたでしょ。見てない。ちょっと興奮した。大好きだよ。怖い。怖い。おえてもう終わりや。怖い。企画終わりや、終わり。え、この企画止まらへん。ほんでこの BGM 正直いいと思ったでしょ。もうゴミ企画をサブちゃん行きです。正直いいと思ったサブちゃん行き。なんで、いや、なんで結構いけると思った理由知りたい。え、面白いね。面白ければメインに出していいと思うの。ああ、確かにね。だって私たちが面白いの。天才違いますよ。イエス。これメインに今確約しましたよ。メインちゃん分かった分かった。なんだよ宮部くん、え、毎日毎日すごいなんか忙しいって大変って言ってるけどさ、隠れてモカのポケモンダイヤモンドやってるよね。お風呂にスイッチは持っていくなって言ったけど、今日お風呂開けてみたらスイッチ立ってたんだけど、どういうことかな。私はすごく思っています。ポケモンへの大事な仕事のうちの一つやしな。スイッチなんか立ってたよ、お風呂場に。横にしたらちょっとあの電源のプラグから水入ってしまいそうやから、一応お情けかけといたら、あのモカのスイッチやし、まあ、あのそっから持って出ない時点でもう水蒸気でスイッチ死にそうだけどね。あ、メハヤくん髪の毛にゴミついてるよ。どう声落ちた。じゃ逆じゃ。あれ勝ちなかね。じゃあちょっとやってみて。ん？お前かわいいじゃん。もう寝ようか。待って、キスもあるんや。ちょ待って、キスもあるんや。もういいってそれ。もういいって。違う。もういいですって。これガチでキスもあるんだけど、やばないこいつ。やってるわ。あ、これやってるわ。これ多分書いただけです。いやいやいや、これやってるわって。書きしたよ。うわ、やってるわ。これ音掘るわ。クソっす、クソ。クソ、クソ。おい、おれ、どこ見て歩いてんねん、おれ。ごめんなさい。てめえ、どこ中だ。言うてみろ。おい、どこや。ピカチ。何中や言うてんねん、これ。見てみ。見てみ。トンボや。見てみて。トンボみたい。トンボ怖い。トンボ怖い。うるさい。まっすぐ見てみ。助けてくれ。じゃ、これまっすぐ見てみ。どんな顔してる？チャンネル登録してくれないと私、呪いにかけられます。助けてください。皆さん。はいよ。よっしょせーこれは何一体捨てていいの。よっしょせー捨てていいの。歯ブラシたくさん雑菌まくね。だからな、毎日取り替えてないやつはね、歯がめっちゃ汚くなるで、これ、ね、歯医者さんが言ってたから、マジ歯ブラシは本当に安いものでもいいから毎日取り替えることによって歯を健康に保つことができますというふうに言われてるんですね。この人はですね、本当に、ね、1年後の、ね、歯ブラシを使ってるって歯がパサパサでやばいんですよ、本当に。ありえないですね、これ。早くしてじゃあさ、食器洗って早く。うまっ。ちょっとさ、投げたい1個。え、すごくない、口でっこ。ねえ、投げたい。ハトじゃねえんだよ。ハトさん、いくよ。せーの。あー、惜しい。あー、お前 NG だ、これ NG。向かの方、多分硬いと思う。ガチ。なんで毎回シェイクシェイク
シェイキングアウト、シェイキングアウト。痛い。ここか？そうかもしれへん。